始めた。まあ始めた。これ地下地下がついてるから。そうだね。これは多分コーストの身内だけで見れるやつになるから、どんどん騒いで騒いで大丈夫全然。どんどんどんじゃ騒ぎで。どんどんどんじゃ騒ぎ。じゃあコーストディスティッシュ普通に。さっきのは YouTube 用でしょ。さっきのは言うたら YouTube 上がるから。あれは結構割れちゃってるの。調子で調子。ランクアップ、レギュラーになったランクアップをしようと思いまして、
ザヒーツ音を調べたところです。熱の上って来たんですよ。熱の上ってあの翻訳されてるだけで、ただ単にすごい悲しかったんですけど、あのザヒーツ音のなんか由来とか知ってる方っていますか？あ、ゼロいますか？あ、お、ベイさん知ってます？あ、ベイさん知ってます？ザヒーツ音、うん、の、によるキングオブカンくんです。あれまだあれあ、アクシデントじゃあちょっとカンくん、カンくん、カンくんってなんかスタートで聞いたことないですか？カンくんってカンくん先輩でいらっしゃるんですよ。スタッフの今の何年ですか？何年ですか？あ、次年の方でカン君先輩という方がいらっしゃいまして、まあそれあんまり関係ないんですけど実はカン君っていうのはメキシコの合衆国の都市名らしいんですよ。メキシコってめちゃめちゃ治安悪そうじゃないですか。なんかメキシコイコールなんかマフィアイコール麻薬みたいなのがありまして、すごいあのそんなことはすごい安全なところなんですって。すごい安全なところだから、そのカン君、キングオブカン君、カン君の王ちょっと笑わないでください。あ、揃いましたね。それでは行きましょう。バキートデリビラでキングオブカンクです。どうぞ。これアテンションに使ってないんだ。
堀尾雄平、ホワイトトロンボーン松井梨沙、インサイドギター海老原達也、さてさて次の曲はですねちょっと先に言っちゃうんですけど、カウントベーシオンのナンバーでハイファイブなんですね。こちらまたあの題名を調べてきたんですけど、Google で私基本あの検索しておりまして、 Google で検索したところ、こんにちは5人って来て、違うやろみたいな、なぜそれ出てくるで、コンマスにあのさあの Google で調べたら、あのこんにちは5人って出てきたんだけど、これ絶対違うやんみたいな話をしたら、あのスラッとですねあの答えてくださりまして、ちょっと1、2、3、4、5を上に上げて、つまりなんか分かりました、ハイタッチのことなんですよ。あれ、それはなんか知ってた、ハイファイブがそういう意味だそうです。知ってました、知ってる方いました、毎回わーわー恥ずかしい、聞いたことあるんですよ、それなんか発散された気がする動画で、あ、揃いましたねじゃあ次に参りましょう、カウントベーシーのナンバーでハイファイブです、どうぞ。
ミストレスは、最大ホワイト橋場玲奈さんでした。ありがとうございます。ソリストを紹介いたしましょう。スタックピアノフォルテ加藤優太、続きまして、スタックトロンボーン今泉啓太、そして最大ホワイトアルトサックス上田渚ありがとうございました。さあすごいカントフェイシーのハイタッチってどんな曲なんだろうとか思ってたんですけど、実は聞いたことがあんまりなくて、すごいおしゃれですね。なんかハイタッチっていうよりなんだろう、なんか本当にダンスしてたりしたんですけど、なんとですね、次が、この SROCI ジャズナイトの音楽の一番最後の曲となっております。最後です、最後の曲となっております。こちらですね、スタック大盛りちょっとなんか前の方からスタックじゃないみたいな声が聞こえるんですか。アッキーとオッシー、アッキーがあいつ、ね、待ってスタックじゃないみたいな、スタックじゃない、そうですね、ファンサーをちょっとして申し訳ないです。最後の曲ですので、最後ですので、ソライブじゃん、ソライブライブ、大阪にいますから勝手にやられちゃって勝手にやられちゃって勝手にやられちゃって。スタックトランペット大里和美、イエーイ、またスタックアルトサックス矢部達樹、イエーイ、お疲れ様でした。スタックギターの大畑千一郎です。なんとね、もう SROCI も終わりますね、早いですね。そういうパターン、じゃあ曲を紹介いたしましょう。これが最後ですよ、メイナード・ファーガソン、申し訳ないです、もう一回メイナード・ファーガソン、めっちゃ自信ないですファーガソン、メイナード・ファーガソンのナンバーでバードランドです。どうぞ。
ちょっとバレちゃったかなって思ったんですけど、全然大丈夫でしたね。嬉しいです。ちょっとここで指摘してほしいことがありまして、ちょっと指摘しますね。元気やしましょう。なんかずっと気になってた人いません？一番初めにいたかな、なんかデコの広さが似てる。なんか赤い人いるじゃないですか。赤くってあのサングラスかけてる方いるじゃないですか。あのなんか誰にも触られてなくてかわいそうだなと思うんで、ちょっと今日はどうしたんですかね。こんにちは。今日はですね、たまたまこの全身タイツを持ってきている先輩がいたので、ちょっと着てみようっていう圧を虎先のバンドにかけられてしまって、はい、着てます。はい、ありがとうございます。じゃあ一番最後ですね、ちょっとソリストの紹介したのにしましょう、スタックピアノフォルテ加藤優太、そしてインサイドトロンボーン川野翔太、これが最後ですね。本当にお疲れ様でした。 SRO シアに本日来ていただきまして本当にありがとうございます。これからもスタックをよろしくお願いいたします。それではピックアップ最後でございます。サミーネスティコのナンバーでヤゴッタトライヤガッタトライハーダです。どうぞ。